図書関数の研究ということになってるんですが、今までに知られているどんな関数でも解が書けない、でも解けることは分かっている微分方程式を見つけようと。でそうするとその新しく見つかった微分方程式の解は新しい関数になるっていう、そういった研究をしてます。ファンルベ方程式ってのはもう100年以上前に発見された2回の非線形の微分方程式なんですね。でそれが実は解析学だけではなくて大数学とか幾何学とかあと物理学とかもう数学に限らずさまざまな、自然科学の分野と関係してまして、その背景にある理論を拡張することで一緒に方程式も拡張してやろうみたいなことを考えてます。ファンルベ方程式の公開化って呼んでるんですが、日本とあとウクライナの研究グループが私の論文をその引用してくれまして、方程式の名前に私の名前をつけてくれて、これはすごく嬉しい結果です。例えば正三角形を使って平面をタイル張りするっていう、折り返すことで下の緑から上の緑に動かすみたいなことを考えると、組紐関係式っていうんですが、この構造が実はファンルベ方程式と深くつながっていることが分かってまして、数学のいいところは平面に限らずタイル張りを3次元空間で考えてやるとか、もう4次元5次元で同じようなことを考えてもいいわけですよ。でそうやって組紐関係式と同じようなことを考えると、そこから実はファンルベ方程式の拡張が出てくるとか、そういった話になっています。数学が世の中に役に立つ時って何かを挟むんですね。例えば物理学であったり電気電子工学であったり機械工学であったりも様々なんですけど、背景にやっぱり数学的な理論がきちんとあるので、そういった形ですごく世の中の役には目に見えないところで立っているのはもう間違いないです。数学って普遍的なもので、一度正しいって認められたものは半永久的に残るんですよね。すぐに役に立つもの、最先端なもの と普遍的な研究っていうものはどちらが欠けてもダメなんじゃないかな、そういうふうに思います。すぐに成果が出ないようなものっていうのはなかなかやっぱり続けていくのは大変だとは思うんですけど、可能な限り大事にしていかないといけないのかなっていうことは思います。自分が好きになれるものを、一生懸命になれるものを見つけてほしい。やっぱり好きなものってすごく長続きすると思うんですよね。なので数学の研究なんかをやると、答えのない問題に対してどういうアプローチをすれば答えにたどり着けるか、問題解決のプロセスを経て養われた能力っていうのは社会においていろんな局面で役に立つ、生きていく上ですごく力になるんだと思います。